エリサリンチエリサリンチはパラグアイ共和国第二代大統領フランシスコ・ソラーノ・ロペスの妻。1833年イギリス領アイルランドのコーク県で生まれる。10歳の時に発生したジャガイモ基金のため一家でパリに移住した。15歳でフランス陸軍の獣医と結婚、夫の不認知アルジェリアへ随行したが、現地の風土が合わず単身でパリへ戻った。 そこで、パラグアイの初代大統領カルロス・アントニオ・ロペスの長男で大使としてパリに滞在していたフランシスコ・ソラーノ・ロペスと知り合い、1855年にロペスと共にパラグアイに移った。ロペスの家族をはじめ、アスンシオンの人々はエリサに大使霊端であったが、1862年にソラーノ・ロペスが第二代大,大統領に就任すると、エリサは、 社交界を主導する存在となっていった。1864年に三国同盟戦争が発生すると、エリサは人頭指揮をするソラーノ・ロペスに従い、時には自ら兵を率いて、連合軍を敗走させたこともあったと言われる。しかし戦争は、パラグアイの完敗に終わり、ロペス家は国を破滅させた独裁者として求断されることになった。戦後はパラグアイを追放され、 1886年にパリで死亡した。一時パラグアイでの評価は低かったが、1964年に遺骨はパラグアイに戻され、国家功労者として祀られている。AB 中川2006、P158、中川2006、P122、アスンシェオン到着は、ロペスと別だったという文献もある。山田正宏。 世界各国上欠列伝前独立国から代表的な女性を一人ずつ紹介社会評論者2011年109から111ページ ISBN 978から4から784509676ありがとうございます